こんにちは、グランピー清水です。今日はですね、またちょっと、開封をしていこうと思うんですけども、実はですね、今回はメーカーさんの方からレビューをしてくれということで、お預かりした、自転車がこちらに2箱ぐらい2箱あります。でこちらを、開封していこうと思うんですけども、どこのメーカーかっていうのはですね、フォーカスです。ロードバイク乗られてる方は知ってる方も多いと思うんですけども、ドイツのメーカーで、創業者がちょっとカンペを見ますね。ドイツのメーカーで、もともとシクロクロスの世界チャンピオンだったマーク・クルーゲっていう方ですね。が、1992年に設立した会社です。で、開発部門がシュトゥットガルトですかね。ポルシェとか、ボッシュとかの、がある工業都市らしいので、なかなかこう、なんていうんですかね。信頼性があるというか、なんかこう、あ、なんかそんな感じだなっていう感じですね。で、で今回はですね、で、フォーカス、グランピーでは扱っておりませんで、その辺、中立の立場といいますか、で、メーカーさんの方からも、忖度なくレビューをしてくれっていうことなので、いいことも悪いことも、それぞれ、紹介をしていければなと思います。で、今回、開封していくのがですね、フォーカスが新しく出した、ATLS というモデルになります。グラベルバイクですね。いわゆるグラベルロードバイクになるんですけども、こちらを、いろいろと検証とか、していきたいなと思っております。で、この ATLS なんですけども、コンセプトが Made to Lose、 負けるためのバイクというコンセプトらしいです。で、フォーカスってのは結構レースのモデルが多くて、結構レーシーなメーカーというイメージあるんですけども、勝つバイクというよりも、楽しむバイクですね。で、グランピーで、提案してるのは本当そういう感じ の、あのコンセプトなの で、ちょうどグランピーのコンセプトとにぴったりなんじゃないかということで、今回レビューを、受けることになりました。はい。で、ですね、でこのフォーカスのこの ATLS ですね、こちらですね、普通のロードバイクと同じような感覚で選んじゃうとすごく、なんていうんですかね、失敗しそうなバイクで、すごくジオメトリーが特殊です。で、ジオメトリーがですね、ロングホイールベース、ロングリーチ、ショートステム、ショートチェーンステイという、どっちかっていうとマウンテンバイクに近い、ジオメトリーになってまして、マウンテンバイクのジオメトリーを、グラベルバイクに落とし込むというか、よりダートを走りやすい、設計にしたのがこの ATLS というモデルになるようです。で、またこのジオメトリーに関してまたみんなでこう話しながらワイワイしようかなと思います。確かにですね、ちょっと普通のロードバイクとは違うなっていう感じのジオメトリーになってます。でですね、あとは特徴的なのがロードブーストという、こちらも新しい規格が出てしまったんですけれども、今までロードバイク、最近のロードバイク、ディスクロードバイクだとフロントが 100mm の 12mm スルーアクスル、後ろが 142mm の 12mm スルーアクスルというのが最近の、スタンダードなんですけども、マウンテンバイクのブースト規格というのがあるんですけども、フロントが 110mm の115、後ろが148の12っていう、規格があって、それのロードバージョンで、フロントが110mm の 12mm スルーアクスル、後ろが148の 12mm スルーアクスルという、より幅の広い、規格になってます。これがですね、ホイールはまだまだ選べないんですけど、ホイールがかっちり剛性高いのを組めるので、ダートとか走るにはいいのかなという感じですね。はい。で、このフォーカス、この ATLS っていう、グラベルバイクですね。で、さっきもちょっと
ちらっと言いましたけど、ジオメトリーがすごい特殊っていう話なんですけども、僕も以前ですね、このフォーカスではないですけど、サンタクルーズの、スティグマータっていうグラベルバイクがありまして、それとめっちゃ欲しかったんですけども、僕が乗れるサイズがなくてですね、諦めてました。で、これに関して、その代わりこれの ATSL ですね、こいつはですね、もう少しちっちゃいサイズがあるので、もしかすると乗れるんじゃないかなという感じに今思ってます。で、まず実際これ今から開けて、本当に何も開けてないのでどんなものかわからないんですけども、実際に組み立てて乗ってみて、検証をしていきたいなと思います。それでは開封をしていきます。今回2台ありまして、グレードが、2つあります。で、こっちが低い方、こっちがE グレードの S と M になってるんですけども、今回この、E 方のグレードのを組んでいきます。でちょっとこう開けていきましょうかね。うわわっと4つ。皆さんこの完成車が入ってる状態って見たことありますかね。開封何回かやってるんで似たようなもんちゃ似たようなもんなんですけども、ですね、いつも見る感じとなんかより組み立て上がってる感じがしますね。これ通常ハンドルバーとか全部外れてるんですけど、ハンドルバーもついた状態で、ワイヤーも全部通ってますね。なんかすぐ形にできそうですね。これが ATLS の 6.7 の S サイズになります。めっちゃタイヤ太いです。はい、もう一個開けてみましょうかね。全く一緒ですね。見た目が全然わかんないです。こんな感じで組まれてます。本当に9割ぐらいできてるんじゃないかっていう感じですね。ちょっと中身見てみましょうか。これサドルですね。サドルとここに、なんか詰まってますけど、ここに小物が、あ、いろいろ入ってました。これは何でしょう。フレームバック、なんか小物が入るフレームバックみたいなのがついてます。リフレクターのセットですね。はい、リフレクターとか細々したものが入ってます。で、これがシマノの取説、何かしらの取説ですね。で、これがバーテープ。このバーテープが最初から巻いてないっていうのはすごく僕たちにとってはありがたいです。巻いてあると微調整ができなくなっちゃうので巻いてないのがいいですね。で、これがおそらくチェーンステーに貼るゴムのシートですね。こんなの貼れてないんですね、最初から。で、これが、ワイヤーを中に通す場合のライナーですね。これあるとすごくいいですね。よいしょ。で、シマノのトリセツとローター、フロントのホイールのローターですかね。フロントホイールのローターと、これが関節によくついてるスプロケットとスポークのガードですね。はい、これがついてます。で、あとは、これは何でしょう。なんかよくわかんないですけど、ワッシャーみたいなのが、入ってます。フロントディレイダーかなんかのやつっぽい。で、トリセツとこのトリセツ、フォーカスのトリセツ、サービスブックレット、何でしょう、サービスブックレットって何が入ってるんですかね。よくわかんないです。で、これもマニュアル、マニュアルが多いです。 CD ロムが付いたマニュアルですね。最近 CD ロム使えるやつってあるのかな。はい、と
小物がスルーアクスルですね。これフロントなんですかね。フロントのスルーアクスルとベルがついてます。以上が、あとは車体ですね。ちょっとこれをまた後ほど出してみたいと思います。で今回はこの、ATLS6.8 の M サイズの方をちょっと、組み立てていきます。はい、それでは、組んでいきます。ちょっと出しますね。これをしてよよ、これは返さないといけないから、この箱捨てちゃダメなのか。よいしょ。はい、でコンポがこれ GRX がついてます。で、確かこの E 方は800がついてます。でこれはですね、フロントがシングルではなくてダブルがついてまして、まあ、ほとんどどこでも行けちゃうような感じですかね。で最近あの僕本当にフロントディレイラーを触ってないので、調整がすごく時間がかかってしまうようになってまして、本当にもう半分忘れちゃってるような感じですね。はい、どこ場所どこか止まってるのか。これはロード、あ、伸ばってる。あ、でこのロードブーストっていう企画なんですけども、まだまだあの本当に作ってるメーカーが少なくて、今あるのがノバテックと DT スイス、ぐらいだそうです。でただですね、あのマウンテンバイクのハブメーカーで、あのフロントが、12ミリのアダプターが使えるモデルであれば、使えるということでした。なので、まあ、どこが使えるかちょっと全然調べてはないんですけど、あの12ミリするアクスルにできる、マウンテンバイクのハブであればロードブーストで使えるということみたいです。ちなみにクリスキングではまだなかったですね。でインダストリー9もちょっと調べた感じはまだわからなかったです。ちょっとこれから多分増えてはくると思います。どっかのメーカーがロードブーストを作ってるっていう話なので、そのうち増えてくるんじゃないかなと思います。でどんどん上げていきましょう。これがあった、形にするだけならめっちゃ簡単ですね、これ。よよ、おお、カーボンフォークがついてまして、この、ね、ダボがもうついてるんで、あの最近多いというか、この3つ使うやつとか、エニシングケージとか、あの辺がすごく使いやすいですね。ラックもつけやすい、すごくいいですね。Thank you.
今度はローターをつけるんですけど、キャップがセンターロックがついてますね。今度これ仲いいです。で、つけて、よいしょ。ほぼ形になっちゃいましたね。あとはこのここがこのすごくこの ATLS の特徴なんですけど、このワイヤーが全部ヘッドチューブの中を通って、で中を全部通っていくので、すごくこう今、まあ、紙が巻いてあるんで分かりにくいんですけど、ワイヤーが全然表に出てこなくて、すごくすっきりしてすごくいい感じです。あのフロントバックとかつけることあるんですけど、あの全然邪魔にならないのですごくつけやすいですね。ただですね、この取り回しがきつくなるので、こうなんていうんですか、こう離すと勝手にハンドル振ってしまうっていうような状況にもなりやすいのかなという感じですね。ハンドルバーのセッティングをしていこうかなと思います。よいしょ。今回はワイヤーカットはしないんですけど、完成した状態のままだと、ワイヤーがちょっと長いのかなという印象があります。ここがこのなんていうんですかね、この中にフレームの中に入っていくんで、ちょっとタイトな、あんまりこう余裕がない感じがします。一回組んでしまえばいいんでしょうけど、こう決まるまでなかなか大変そうな気がしなくもない感じですね。で実はこの ATLS はなんかドロッパーポストにも対応しているようで、今この中入ったワイヤーが BB 裏から出てくるみたいなんですけど、ドロッパーポストは中入ってこの辺から出てくるようになるんじゃないかなと思います。ドロッパーポストつけるとすごくいいと思うんで、僕はぜひつけたいという感じですね。で、このまっすぐが僕合わせるのにすごく苦手なんですけど、なんかいい方法あれば教えてほしいですね。まだ全然ヘッドが、これは何だ、あ、ブレーキでした。ブレーキが緩んでるのでガタガタです。ちょっと仮止めを、これじゃいいか。Thank you.
と今ハンドルバーをセッティングしたんで、ヘッドもちょっと見ときたいなと、どんなになってるのか見ときたいなと思って、ちょっと今分解してみます。よいしょ。でなんかこれがプラスチックです。ちょっと珍しいですね。あんまりプラスチックないんですけど、ヘッドキャップとスペーサー、これプラスチックですね。これわざとなのか何なのかっていう感じなんですけど、外して、これがコラムがカーボンだから、なんかカーボンよくグリップするやつ塗ってくれみたいなことを書いてあるんですかね、おそらく。はい。でコラム自体はカーボンっぽいですね。でこれがなんかキャップですなってて、中がこれが多分玉押しだと思うんですけど、なんかとなんかすごいなってますね。なんか気軽にバラせない感じになってます。普通だとフォークすぐ外れるんですけど、これはもう中にホース通っちゃってるんで、なかなかちょっとバラそうと思ったら気合がいる感じですね。ここもプラスチックがついてます。これがわざとなのか何なのかよくわかんないですけど、機能すればいいのかなと思うんですけど、そんなに力がかかることはないので。このスペーサーもプラスチックですね。 OK、 間違えた、順番間違えました。よいしょ、戻します。ハンドルバーがちょっとこうエアロ形状みたいになってまして、ここまあエアロバイクというかエアロ形状のやつですね。で中がへこんでるんで、ここの裏側をこう這うようにワイヤー類がケーブルがあって、この中に入っていくという感じになります。ちょっとこの純正状態だと、このこいつ多分ブレーキなんですけど、ブレーキの方が若干長いような気がします。これが本当に余裕がない、短すぎてもダメだろうし、長すぎてもダメだろうしっていう感じですね。ちょっとなかなかポジションのセッティングというか、このステムの高さを変えるのが少し難しいかもしれないですね。ある程度セッティング出た方がいいのかなというか、出てからちゃんと決めた方がいいでしょうね。はい。であとはフォークに最初にダボが3つついてるって話したんですけども、ここと上の方にですね、フェンダーがつけれるダボもついてるんで、フルフェンダーでもいけるんじゃないかなと思います。後ろにも、後ろありますね。ここにも1個マウントがあって、まあ、キャリアのマウントですね、こことここついてますね。この裏にもあるんだろうか。裏はここはないですね。ここには本当にポンドとかで使うようなとこ止めるのが多いんですけど、あそこのはないですね。無点で止めるのがどこかね。ただ、はい、あとはサドルをつけたら基本的には完成で、カーテン巻いて終わりって感じですかね。タイヤちょっと今チューブレスかどうか見ようと思ったんですけど、すでにこの状態で緩んでたんで多分チューブです。でこれこう緩めて押すと上に上がるんで、中チューブが入ってます。これは、リムもタイヤもチューブレス対応なので、すぐにチューブレスにした方がいいんじゃないかなと思います。で一旦チューブで使うと、特にこういう、サイドスキンのタイヤはですね、このサイド薄いのが多いんで、一度チューブで使った分はチューブレスにしない方が安心です。すぐ横サイドから漏れてきますんで、やるならもう最初からチューブレスの方がいいと思います。ちなみにこれが WTB のリドラーですかね。なかなかグラベルタイヤとしてはよく見るやつですね。 700×45C です。なかなか太い、まあ、安心、ここだけあれば割と安心ですかね、走れます。WTB のボルトっていうグランピでよく人気のサドルかなと思ったら、えらい薄いなと思ったら、SL8 っていう
モデルでした。よりボル基本ボルトみたいな形なんですけど、よりスポーティーな薄い形状のサドルになります。でボルトももう全然来なくて困ってるんで、どうしようかなっていう感じですね。すごくいいサドルなんですけど、なかなか来なくて困ってます。10月入荷とかだったかな、どうしようって感じですね。はい、でサドルのタップちょっとシートが上向きすぎてるんで、ちょっとサドル調整しましょう。こいつサドルというかシートポストがボルト2本で止めるやつですね。このこいつの調整の仕方なんですけど、こことここでボルト2本止まってます。でこういうやつはこっちの左右というか前後のボルトのバランスで角度が変わっていくので、例えば今上ちょっと上に向いてるんですけど、こういう時は後ろ側をちょっと緩めてあげて前を締めていくという形で調整していきます。でどっちかだけいっぺんに締めない方が、いいと思います。じわじわと前を緩めたら後ろを締めるとか、前を締めたら後ろを緩めるとか、そういう風な、バランスを取りながら、やっていきましょう。だいたい角度は平行ですね。ここの角度は平行がいいです。慣れてくるとこう何もしなくても平行できるんですけど、まだ慣れてない人はここに水平器とか置いてあげると、平行になりやすいんで、見ながらやってみてください。あんまり前が上すぎると、尿道圧迫しますし、前すぎると前に吊り下がっていくんで、すごく漕ぎにくくなっていくんで、平行ぐらいがいいんじゃないかなと思います。付属品で入ってたこのバッグなんですけど、フレームのトップチューブの、ステム側に2本ほどありまして、ここに取り付けれるようになってます。でパッと見ですね、穴がないんですけど、よく見るとここに割ってあるので、ここに合わせて止める感じですね。ちょっと取り付けます。よいしょ。こうやってやると分かんないのかな。よいしょ。ん？ん？どうしよう。最近ここのトップチューブにこのマウントがついてる自転車が増えてきましたね。すごくこの商品自体も増えてて、トップチューブにつけられるようになってるのが増えてきたように思います。確かにベルトで巻くよりもボルトオンしてしまった方がいいっちゃいいですね。このサイズって何を入れるんだろうって感じですけど、補給食、財布、鍵、ちっちゃい鍵なら入りますね。こんな感じ。だからなんかこのギピって引っ張ったら取れちゃいそうな気はしますけど、引っ張る人はいないのかもしれないですね。こんな感じで取り付け完了です。で一応あとペダルをつければ完成です。こんな感じ。これが、サイズが M サイズの54です。だいたい身長が、M サイズだったら確か100何本だったかな。結構高いですね。M サイズが M サイズですと
176から180センチぐらいの人向けのサイズになります。これが 6.8 の M サイズです。完成です。これちょうどあのうまい棒が入るうまい棒3本ぐらいいきます。2本。バナナもちょうどいいんじゃないですか。おぉ、まっすぐなバナナ最近これ流行ってるんですか。これなんか多いですね、こういうの。ここにあのマウントついてるの。いやー、このネジがすごい多いですね、うん、めちゃくちゃ。これなんですか、このネジ。多分フェンダー止めるネジ、下にないんで。あ、ここにもある。そうそう、フェンダー、フルフェンダーがいける。フルフェンダー、いいな。それってドロッパーつけれる？つけれる。つけれるか。これドロッパーつけれます。え、ドロッパーどっから出るんですか。多分中通ってここから出せるなと思います。あ、でもこれ、これいや、ダメなんですよ、これドロッパーケーブルに負担かかって、これこれ出口ないですもんね、この辺多分。これいいんじゃないですか、だって初心者っていうか、ちょっとロードバイク乗ってて、うん、グラベル、グランピーさん、グラベルグバルグル言ってるけどちょっと俺のスタイルじゃないんですよ、これが、うん、かっこいいし。なるほど。こっちはあのタイラップで、あのタイラップ、これ初めて見たんですけど、はい、フレームに穴開いてますよ、これフレーム、チェーンステーに穴を開けてタイラップでケーブル止めるって初めて見ました。リニックなってますね。そうそうです。わざわざバンドつけんでも、すごい。たぶんフルアウターなんですよ。フルアウター引き軽い、うん、なんでフロントダブルを選んだんやろか。なんでですかね。でも実際いろいろ見るとフロントダブル多いですね。需要はやっぱ多いんですかね、フロントダブルって。ロード系のあれですかね、人向けに。ディムの幅広いですよね。もうほんとマウンテンの、ほんまですね、変わんないですね、これ。僕あのフォーカスさっき思い出したんですけど、僕大好きなシクロクロスの選手がジェレミー・パワーズって言って、はいはい、彼が最初キャノンデールだったんですけど、でラファフォーカスって言って、うん、フォーカスのカーボンの、それがきっかけで僕シクロ始めました、それでフォーカスってあのちょっと思い出の、うん、このフォークのこの、はい、ダイナモ、おそらくダイナモケーブルが通るであろう穴が、でもその規格のハブってあるんですか。これ、あ、ないかもしれないまだ何部でしたっけ。110の12ミリスルアクセルなんで、15ミリスルアクセルの中に筒入れて12ミリにするっていう荒技もありますけど、ブースト、マウンテンのブーストが使えなくもない。え、これなんか BMX みたいな、これハンドル360度丸いやつですか。わー、いやあ、まあ、いや、いけるかもしれない、フラットバーンすれば。あ、いけないか、中で絡まりますね。これなんかケーブルがあれですよね、こっから通って、こっからこう、こうじゃない、下か、多分下ですね。え、すごい。え、どうなってるんよえ、コラムが、コラムの横を通ってこっちに行ってる。フロント、これフロントがわかんないですけどね、フロントどうなってるのか。面白い。また乗って出てるのか。でも、ここですね。この中がどうなるかで。メカニック中での。メカニック中瀬ですね。そうか、こう、ずっとやってたら、擦れて、穴が開く可能性もなくないですね。保護はいるかもしれないですね。見た目はすごいすっきりですけど。うん、これですか。そう。これがでもいいんじゃないですか。だって普通の人開けないですよね。うん、作業しないし、そうそう、うん、車とかエンジン触らないですよね。うん、掃除がしやすそうですね。全然ないんで、ワイヤーが。おお。すごい。ここめっちゃつけやすいですよ、このフロントバック。おお。確かに。これはローローのつけてもすれないですね、これ。へ、うん、
完成しまして、今度ですね、この、6.8 の方と、もう1個 6.7 っていう一つ下のグレードのものがありますので、そちらも組んで、まあ、みんなで、もう僕含めて、えのぴー、いげなくん、それぞれみんな、それぞれの立場ちょっといろいろこう乗って試して、見てもらいたい、見ます。で、またそれは改めて、公開しますのでお楽しみにしてください。それでは、ありがとうございます。